ソフトバンクグループソフトバンクグループジャパンソフトバンク A ホールディングス Z ホールディングスライン株式会社ラインラインはライン株式会社が運営開発するモバイルメッセンジャーアプリケーション NHN 株式会社の完全子会社である NHN ジャパン株式会社が2007年に社長に就任した森川亮の下で開発したサービススマートフォン iPad PC スマートウォッチに17言語で対応している。なお、フィーチャー本番は2018年3月28日にサービスを終了した。LINE はスマートフォン、タブレット、パーソナルコンピュータで利用できるアプリケーションソフトウェアである。利用者が相互に本アプリケーションをインストールしておけば通信キャリアや端末を問わずに複数人のグループ通話を含む。 音声通話やチャットが可能である。通話サービスは通常の音声電話と異なりパケット通信を利用するインターネット電話でパケット定額制サービスに加入していれば通話料金を課金されることなく無制限に通話可能である。そのため無料提供されている本アプリケーションは無料通話などと宣伝されている。パケット通信料が重量課金であれば データ通信量の請求額が課題になったり、パケット通信に速度制限がかかる場合もあり得る。テキストチャットは、スタンプや絵文字が多種揃っている。LINE の発音アクセントは、日本では、ラ・インと平板読みされることが多い。ただし、LINE 社公式の発音は、LINE と山高読みしている。2012年5月23日 LINE 社は、LINE を利用する。 出会い系非公認サービスやスマートフォンアプリ等の増加を注意喚起し2012年12月以降18歳未満ユーザーの一部機能を利用制限しているインスタントメッセンジャー ID として電話番号を利用しており新規登録ログイン時に SMS 認証で電話番号が確認される本アプリケーションは利用開始時に端末電話帳を読み込み LINE を利用している 電話帳登録済みの人々と一疎通することができる。電話帳連動の賛否に対し、2013年1月に森川亮 NHN ジャパン社長は、もともと電話帳に登録していた人なら、友達になってもいいと思うんですと語っている。2020年12月8日のバージョンアップで、サービス開始以降初めて大幅にデザインをリニューアルし、アプリ全体の UI を変更した。これによって、 アプリのアイコンの色も従来の緑よりも少し明るめの青みを増した緑へと変更された。かつては Facebook ログインにより LINE アカウントの新規登録が可能であったが2020年4月13日にサービスを終了した。これと同時に PC 版の単独での新規登録機能も終了した。現在、アカウントの新規登録には電話番号認証が必要で 認証をするには SMS が受信できる端末か音声通話ができる端末が必要である。05例から始まる電話番号や仮想電話番号によるアカウントの作成。引き継ぎはできず、一つの電話番号を使って複数のアカウントを作成することはできない。なお、最終のアクセスから1年間以上経過しているアカウントは削除される場合がある。iOS 版と Android 版では、 複数の端末から同じアカウントを使うことはできない。PC 版と iPad 版ではメールアドレスなどでログインすることで同一アカウントを使用することができる。iOS 版と Android 版にはログアウト機能を備えておらず、ログアウトするにはアプリを削除する必要がある。iOS 版では iCloud、Android 版では Google Drive などを使ってトーク履歴をバックアップすることができ。 LINE アカウントの引き継ぎ後も復元することができる。なお、トークの引き継ぎは同一 OS 間でしか行えない。また、トーク内の画像やスタンプについては、バックアップや復元はできない。あらかじめ用意された画像を用いて、友達と会話する、スタンプ機能が利用できる。中には、アニメーションスタンプやボイス入りスタンプもある。無料で利用できるスタンプもあるが、 多くのスタンプが有料で販売されている。有料のスタンプは公式スタンプだと240円、クリエイターズスタンプだと120円で購入できる。スタンプを購入して友達にプレゼントすることもできる。ただし、PC 版を利用していてスタンプをプレゼントする場合は、ウェブブラウザ向けスタンプ購入サイトの LINE ストアから行う必要がある。スタレンや スタバックといった若者言葉も誕生し、スタレンは2017年のギャル流行語大賞の第3位に選ばれている。香港、キシン広場にある LINE フレンズストア当時、NHN ジャパンであった LINE 株式会社会長で NHN 創業者の理解陣が家族や親戚と連絡を取ろうとする東日本大震災被災者の映像を見て発案し、 自ら日本に滞在して開発プロジェクトを推進した。規模が拡大した本社の代わりに、小さな組織の速やかな意思決定力と集中力を活用するため、韓国本社ではなく、日本に滞在した理解鎮推進のもと、NHN ジャパンが開発を担当した。当初、開発人の国籍は日本が約70から80%、他に韓国、米国、中国などで、 稲垣歩美を開発チームリーダーとして各自が母国語へ翻訳したアプリケーションを手掛けている。ちなみに LINE は NHN ジャパンのネット事業主会社であったネイバージャパンが担当したプロダクトであり2012年までネイバージャパンと分離されていたライブドアは LINE の開発に関与されなかった。一方で 一部の報道やリサーチによると、LINE の原型は韓国で広がり始めた、米ワッツアップやモバイル分野で先行した、国内競合のカカオトークなどに対抗するため、元サムスン系であり、韓国最大のインターネット企業である NHN が1年間開発したネイバートークである。ネイバートークは2011年2月にリリースされたが、すでに、 カカオトークが覇権を握った韓国で流行ることはなく、すぐにサービス終了となっている。アプリやスタンプなどに登場するブラウン、コニー、ムーン、ジェームズなどのライン、オリジナルキャラクターは、社内の韓国人デザイナーであるカンビョンモクが、昔から漫画が好きで、人の表情を観察して描いたりすることも好きでした。ラインの企画担当者などの意見も聞き、 キャラクターごとの特徴を生かして、シチュエーションに合わせた感情を表現できるようデザインしたと語っている。2013年にグッズブランドとしてラインフレンズを立ち上げ、以後オリジナルキャラクターの大半のグッズは同ブランドで展開されている。Line の普及に伴い大手メディアでの露出が多くなると、日本経済新聞では、純国産和製、産経新聞では和製、 ウォール・ストリート・ジャーナルでは、日本市会社が開発し、日本で生まれた、サンキビスでは、韓国系、連合ニュースでは、韓国アプリ、と報道に際が現れ始めた。2013年には、報道へのネット上の疑問に対して、純国産、和製と表現した日本経済新聞の井上、治記者は、日本市社で企画、開発されたからとの説明や、LINE 事業を統括する。 マスダー執行役員の最終的には国籍関係なく無国籍のブランドとして使ってもらいたい。どこの国だと感じられないくらいになった方がいいとの回答を掲載した。日経スペシャル未来世紀ジパング沸騰現場の経済学では日本人が生み出した久々の世界に通用する通信サービス。 もともと韓国の NHN という IT 企業が100%個会社として作った日本の会社の一部門だったが4月から独立した会社になったと紹介され番組中で LINE 社を訪問した夏の強氏が稲垣歩美を LINE の開発者、発案者として紹介したただし LINE 発案者は李解陳であり2013年4月の社名変更以後2016年に 行った、株式市場上場まで、韓国 NHN の100%子会社である。週刊東洋経済では、日本初のサービスではあるが、グループ関係が急速に変化したことにより、韓国の親会社の影響力が強まっているとして、その状況を、グループの資本関係、取引関係は、極めて複雑と解説した。J キャストによると、週刊文春では、LINE は、 韓国産と法事ラインの取締役5名のうち3名がネイバーの韓国人幹部で占められ、非常勤取締役としてネイバーの創業者や CFO が名前を連ねる。また、エコーニュースでは、ラインの開発を旧 NHN ジャパンで指揮したのは、親会社ネイバーの創業者であり、かつ、韓国の情報機関、大韓民国国家情報院の情報システムを、 構築した理解人であることが公開情報の突合性により判明したと報じている。つまり、LINE 社は韓国国家情報院からの傍受の被害者だというだけでなく、実はそもそも韓国情報機関の関係者だった人物の理解人が指揮した会社のアプリということになる。なお、日本の社長で紹介され2007年から NHN ジャパンで社長を務めている。 森川亮がサービス開始から2年、2013年には爆発的人気を博している LINE の状況を語っている。一般社団法人モバイルコンテンツフォーラム主催、モバイルプロジェクトアワード2012モバイルプラットフォーム、ソリューション部門優秀賞受賞。財団法人日本産業デザイン振興会主催、2012年度、グッドデザイン賞、金賞受賞。 韓国工学管理委員2012年に韓国を輝かせた25の科学技術産業成果選出リニアップは QR コードで友達に参加できますメッセージングアプリとして日本、タイ、台湾などで主にアジア地域で普及している LINE 海外展開の司令塔である LINE プラス株式会社の CEO は LINE 株式会社久保を兼務する新順保 ラインが100%出資しており、ライン、プラス株式会社は、スペイン、台湾、タイへの支社を展開。ライン、プラス株式会社の拠点は日本ではなく、韓国にある。2013年1月18日、サービス開始後、約19ヶ月で登録者数が1億人を超え、同年4月30日に1億5000万人、7月23日に2億人。 8月21日に2億3000万人、11月23日に3億人を突破した。利用開始にあたり電話番号登録だけの単純さと、1対1のクローズドな空間でのコミュニケーション等が、Facebook のようなオープン SNS になじめないユーザーを捉えたと言われている。2014年10月9日、 LINE 株式会社は登録ユーザー数が世界で5億6000万人を突破し月間のアクティブユーザー数は1億7000万人と発表した。2019年10月現在の世界の月間アクティブユーザー数ランキングでは2億300万人で第8位となっている。2019年時点での世界のユーザー数に対する月間利用率が約86%となっている。 いに2012年10月5日、首相官邸公式アカウントが開設され、行政機関として初の LINE 公式アカウント導入となった。内閣官房、内閣広報室、IT 広報アドバイザーの石谷正樹は、若い世代に情報発信をするツールとして、LINE の導入を検討していたところ LINE 社側からも提案があり、お互いの認識をすり合わせることができて、 導入に立ったと述べている。首相官邸アカウントは内閣官房内閣広報室が運用し、第46回衆議院議員総選挙後も継続運用中である。2013年4月16日、公明党が当公式アカウントを開設する。2013年中から12月売上打ち分けは、ゲーム課金が約60%、スタンプ課金が約20%、 公式アカウントやスポンサードスタンプなどが約20%などである。ネイバー株式会社の2013年1から3月期実績発表によると、LINE の売り上げは約80%が日本で発生している。若者の LINE 離れ、若者の間で少しずつ LINE 離れが起きているとの見方がある。調査会社のマクロミルが2016年1月に行ったインターネット調査では、 LINE ユーザーは15から19歳が11.6%、20代が24.8%だったが、17年7月の再調査では15から19歳は10.3%、20代が20.7%となった。2020年現在のアジアでのメッセージングアプリのシェアは日本、タイ、台湾では LINE、中国では QQ、韓国では カカオトークの比率が高くなっている。アメリカやヨーロッパなどアジア地域以外においては LINE の利用率は低い傾向にある。タイ警察で導入されメッセージや写真をやり取りできる機能が犯罪捜査や交通取締まりに活用と報じられる。2014年7月1日から中国大陸から繋がらなくなった。中華人民共和国当局によると LINE とカカオトークなどは テロ組織にもよく使われていたため、金が手により遮断された。2017年5月3日から、ロシアのロスコーン・ラドザーは、禁止サイトの統合登録に LINE サーバーを追加した。その後、ロシアのユーザーは、メッセージの送受信に問題を抱え始めた。LINE は2016年7月に、ニューヨーク証券取引所に株式を上場した。2019年のアメリカ合衆国の、 メッセージングアプリのシェアは1位が Facebook メッセンジャー、2位が Snapchat、3位が WhatsApp、8位が LINE となっており、アジア地域以外の利用者は世界の主要メッセンジャーアプリに比べて少ない傾向にある。LINE を介して発生する強括や援助交際などの事案は2012年頃から多発傾向だが LINE のみを通じて見知らぬ人と連絡先を交換する。 出会い系に類した機能は有していないため、LINE サービス外の掲示板、サイト、アプリを通じて、ID を交換して相互に、連絡先を把握している事案が多い。少女の性被害は9割スマホの経由であり、大半が LINE を使用しているというデータもある。LINE 利用規約も見知らぬ異性と出会いを目的とする、利用を禁止している。リニート交換を目的とする掲示板等のサービスは、 出会い系サイトと異なり出会い系サイト規制法による規制や有害サイト規制法によるフィルタリングの対象外であるため警察も要請対応に止まり LINE 運営はこれらサービスに注意喚起と18歳未満ユーザーの ID 検索機能利用を随時禁止で対応している社会性が未熟な学生生徒らが LINE で暴言を吐いたり仲間外れ いじめ動画や写真を拡散するなど新たないじめも発生し、教育機関や教育委員会は対策を急いでいる。性的犯罪に悪用される状況が続いているとして、利用者と保護者に対する適正利用の広報、児童ポルノ事件や児童売春の温床になりやすい掲示板アプリの悪用防止、利用者が違法有害情報に容易にアクセスできない仕組みづくり、 3点の性的犯罪対策を京都府と府警は LINE 運営に要請した。普及拡大にして個人情報を預けることを不安視する声が増大している。そもそも電話帳の登録内容は他人の個人情報であり、それを当人の許諾を得ずに無断で第三者に供出することの問題点も指摘されている。また電話番号をアカウント ID としている。 使用上、会員登録や予約サイトの連絡先などとして記載した電話番号をもとにその従業員が個人的にコンタクトを取ってくる危険性もある。この他にも電話帳と連動する電話番号の LINE 登録は電話番号を以前利用していたもののソーシャルクラフローエや PC 版を利用した無作為の電話番号登録で個人 LINE 登録名と電話番号が紐付けられるといった 危険性が指摘されている。2013年4月3日、LINE は情報管理が安全に行われていることを示す世界的な保証報告書を世界初の3種類同時取得したと発表した。ただし、これ以降も複数回にわたる個人情報の漏えいや不備を起こしている。また、取得した3種類のうち SOC3 は開示範囲が限定された SOC2 を広く、 一般に公開するための簡易版であり、マーケティング用の認証である。2014年6月18日、韓国政府が LINE のデータを傍受していると、フォックタ・オンラインが報じた。同記事では、韓国政府のサイバーセキュリティ関係者が LINE でやり取りされるデータを大韓民国国家情報院が収集、分析していることを、日本の内閣官房情報セキュリティセンターとの協議の 場であっさりと認めたとされる。合わせて、通信回線から直接データを収集する。ワイヤータッピングは、通信の秘密を守る法律がない。韓国では違法ではないと韓国側が主張している。この報道に対して、line 株式会社社長の森川亮は、ブログにおいて、そのような事実はないと抗議。line の通信データに不正アクセスの形跡はなく。 独自の暗号化データ形式を採用しているためデータの解析は不可能であると主張した。この講義に対しては、ホックタ発行人の安倍主義は翌20日に掲載した記事は確証があると反論している。ただし、同日時点では双方の主張の根拠が詳しく明らかにされておらず、第三者からは判断材料を書くと指摘されている。2014年6月、 アカウントを乗っ取り、LINE 上で特殊詐欺を行う事件が相次いで発生した。流出したパスワードで不正にログインし、日本国内の知人になりすまして、被害者からウェブマネーを採取する手口で芸能人も例外ではなく LINE アカウントが何者かに乗っ取られたと報告されている。事件は頻発した同年6月から10月にかけて、警視庁は、 東京都内だけで368件の被害を確認しており他国の言語を使用して被害を未然に防いだという報告例から国際的詐欺2014年9月23日に台湾総統府アラインにはセキュリティに対する懸念があることから総統府の業務関連コンピューターでの利用を禁止すると発表した文部科学省の学校のいじめ調査で PC や 携帯電話を使用したいじめが増加していると発表があった。文部科学省児童生徒課の平井周一室長は、LINE を使ったいじめなど携帯が変わってきており、大人の把握が難しくなっていると話している。ネットいじめの中でも、特に LINE を悪用したいじめが深刻化している。子供同士の個別の通信であるために、周囲から確認するのが難しく。 ラインいじめの対策は追いついていないのが実情である。ラインを使ったいじめの実例として嫌いな相手をグループから外して悪口や誹謗中傷を言い合う。いじめる相手を恥ずかしめる写真などをラインを使って拡散するなどがある。またこうしたラインいじめは夏休みに加速する現状がある。2019年夏、日本、関東地方に住む未成年者二人が LINE の画像用サーバーに脆弱性があるとの情報が出回っていたのを知り、自宅のパソコンを使い LINE の画像サーバーに不正に接続した疑いで、二人が不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反の疑いで、地方検察庁に書類送検されたことが2020年6月に伝えられた。二人は調べに対して、本当か試してみたかったと供述しているという。 IPA は LINE にトーク履歴や写真を外部から盗み出されたり SD メモリーカード内のデータも丸見えになるなど致命的な複数のソフトウェア脆弱性があることを通知した。LINE 側は複数の脆弱性を指摘されながら一部の脆弱性しか認めず解決を図ろうとはしなかったため IPA が何度も通知を行い LINE 側がようやく認めたことを FOCKTA オンラインが報じた。 LINE のスマホゲーム、LINEPOP の課金アイテムが資金決済に関する法律に違反する疑いがあるとして財務省関東財務局が立ち入り検査をしたと毎日新聞が報じた。この報道に対し LINE は一部報道内容に関する当社の見解についてとすぐに事実関係を一部否定する反論を発表した。LINE クイックゲームが アップルのアップストアアプリケーションの審査で規定に違反しているなどとして LINE で発見。たまごっち、探検ドリーランドブレイブハンターズ、釣り、スタクイック等の K8 タイトルが1ヶ月間配信停止の措置を受けた。2020年8月3日、有料サービスの LINE ヘルスケアに登録している医師1人が利用者に対して暴言を吐くといった。 利用規約に違反する行為があったことを謝罪した。同20日に再発防止策を発表した。2018年4月12日から2020年9月20日までの間、LINE、ゲーム終了サービスに対する払い戻し申請フォームに登録した個人情報がインターネットアーカイブにおいて閲覧可能な状態であったことを2020年9月25日発表した。漏えいした情報は 1> 計1 8人分の銀行口座情報やメールアドレス、LINE アプリ内部識別紙等。問題発覚後に当該アーカイブは削除された。LINE スタンプの制作や販売ができる LINE Creators ーケットにおいて、サービス開始当初の2014年4月17日から2020年10月31日までの間、LINE スタンプ販売者がアップロードした。 個人情報を含んでいた可能性のあるファイルが誰でもアクセス可能な状態で公開されていたことを2020年11月18日発表した。漏えいしていたデータはインターネットアーカイブの収集データにも含まれ、同サイトからも誰でもアクセスできる状態にあった。問題発覚後にファイルを格納したサーバーはインターネットからのアクセスを遮断し、インターネットアーカイブのデータも削除された。 2021年3月17日、LINE 利用者のすべての画像、動画データと LINEPay の取引情報が LINE 社への出資会社の一つであるネイバー社のサーバーに保管されていると報じられた。これらには LINE の韓国市会社である LINEPLUS の社員がセキュリティチェックのためのアクセスができる権限が付与されていた。 加藤官房長官は17日午前の会見で関係政府機関において事実関係を確認の上適切に対応していくことになると述べた。現行のプライバシーポリシーでは利用者に分かりにくく状況が十分に伝わっていないことから LINE 株式会社は記述を見直し2021年半ば以降段階的に日本国内への移転を行う計画を進めている。 ラインのデータセンターは世界複数箇所に存在しており、ライン上のやり取りに関するデータは大きくトークテキストと画像、動画等に分類されるが、ユーザーのトークテキスト及び会員登録情報などのプライバシー性の高い個人情報は日本国内のサーバーで管理されており、日本の法規法令に基づく同社のデータガバナンス基準に準拠して適切に取り扱っているという。 加えて、画像や動画などのデータは、韓国のデータセンターにて、適切なセキュリティ体制のもとで管理が行われているとしている。日本のデータセンターで保管されているデータは、トークテキストライン ID、電話番号、メールアドレス友達関係、友達リスト、位置情報、アドレス帳、LINE プロフィール、音声通話履歴、 ライン内サービスの決済履歴などであり、韓国のデータセンターで保管されているデータは、画像、動画、キープアルバムノートタイムライン、ラインペイの取引情報であった。テキストメッセージ、1対1の通話の内容のみ、ライン開発のエンドツーエンド暗号化プロトコル、レター c ーリングを用いて暗号化されるため、データベースへアクセスされても、テキストメッセージ、 1>, 1対1の通話の内容は確認できないとしている。レターシーリングはデフォルト設定で有効だが、宛先が同機能を無効に設定している場合は送信者が同機能を有効に設定していても、レターシーリングは動作しない。また、トークテキスト、画像、動画データ等に関しては、前日のレターシーリングの設定状況に関わらず、通信経路上で暗号化して、サーバーに送信され、 画像、動画データについては、複数のサーバーにファイルを分散化して、保管を行っており、さらに LINE のセキュリティチームが、ネットワーク上のトラフィックを常時監視し、LINE の安全性を脅かす、可能性のあるすべての動きの分析を実施し、即座に必要な対応を行っている。画像、動画を保管するサーバーに関しては、今後の各国の法制度等の環境変化に合わせて、 2021年半ば以降、段階的に国内への移転を行う計画を進めている。中国においては、LINE の子会社 LINE プラスコーポレーションの子会社である LINE デジタルテクノロジーとネイバーコーポレーションの中国法人であり、LINE の業務委託先であるネイバーチャイナの2拠点で開発業務を行っている。加えて、LINE の子会社 LINE 福岡の外部委託先において、 一部公開コンテンツ及びユーザーから通報されたトークテキストのモニタリング業務を行っている。LINE デジタルテクノロジーリミテッドでは内部ツール、AI 機能、LINE アプリ内から利用できる各種機能の3つの開発業務を実施。また中国拠点で開発しているプログラムに関しては、同社間かつかのサーバー、ネットワーク、PC 端末等を監視し、 不正アクセスを検知できる体制をとっているという。また、ソフトウェア開発の過程においては、LINE のセキュリティチームによるソースコードのチェックを呼びセキュリティテストによって、不正なプログラムの混入を防止する対策を行っている。ネイバーチャイナにおいては、LINE の国内ユーザーのデータは取り扱っておらず、LINE の使用4カ国である日本、台湾、タイインドネシア以外のユーザーから通報された。 トークテキストや LINE 公式アカウント及びタイムラインのコンテンツのモニタリングなどを実施している。LINE 福岡の外部委託先においては、タイムライン、オープンチャットのコンテンツのモニタリングを実施。当該モニタリング業務は、タイムラインにおいて1日に約1万8000件、オープンチャットにおいては1日に約7万4000件の処理を行っている。 業務は国内大手業務代行業者のグループ会社の中国現地法人への委託であり LINE 福岡のセキュリティチームにてセキュリティ体制の点検を行っているとしているユーザーのトークのやり取りにおいて発生するスパムをはじめとする迷惑行為を LINE が検知するためユーザーがトークルーム内から迷惑行為を報告できるよう通報機能を提供この機能を利用して ユーザーが通報を行ったテキストに関しては、ユーザーの端末からサーバーにアップロードされ、アカウント停止等の適切な対応判断のため、暗号化されていない、平文のテキストデータでのモニタリングを行う。ユーザーからの通報機能を利用した迷惑行為の報告がない。限り、トークのテキストのモニタリングは行わず、トーク内でやり取りされる画像や動画についても同様である。なお、 国内ユーザーの通報されたトークのテキスト、画像、動画のモニタリングは LINE 福岡にて行っている。タイムラインとオープンチャットについては LINE 福岡のみならず LINE 福岡の外部委託先においても言っている。LINE は行政サービスの提供や新型コロナウイルス通知などの手段として日本政府や地方自治体に活用されていた。これらの報道を受けて 総務省は3月19日に LINE サービスの使用を一時中止し各自治体に利用状況確認等の調査依頼を実施することを記者会見で発表した。3月17日に福岡市は市民の入力する個人情報やトークの内容などは中国での委託企業から閲覧可能であったものには含まれずアクセスできる状況にはなかったことを LINE 福岡株式会社から確認が完了したため、行政使用を継続すると説明した。兵庫県は3月25日、LINE 株式会社から個人情報への不正アクセス及び情報漏えいはしていないことが確認できたため、LINE 上での新型コロナ対策サービス等を継続するとした。4月1日から大阪市は機密情報を扱わない LINE 上でのサービスを再開した。 自民党のあまり明議員は2021年4月9日、LINE と親会社の Z ホールディングスの両社は対策として高額な設備投資により、さらに高度なサイバーセキュリティの防御システムとして、ニストの SP800 から171に準拠するレベルのシステムの導入、日本と同等の情報保護ルールがある国にしかデータを移転しないには含まれない対応策等を約束したとした。 週刊文春により LINE の新サービス、オープンチャットで、社員が女子高生や、キラキラ女子など一般ユーザーになりすまして、投稿をする桜投稿について取り上げられた。桜投稿はスタッフが独断で行っているわけでは、なく本社が作成したトーク、ルームオペレーションという桜投稿のマニュアルがありそれに、従って桜投稿をしていたと記述された。LINE は、 桜投稿の理由について、オープンチャット全体の質、ユーザー満足度向上や、良質となるトークルームの作成を目的に言っていたと釈明。社員が一部のトークルームの運営に関与し、監視することで未成年のユーザーなどを保護したかったとしている。一方で、週刊文春は、関係者の証言として、将来的な収益化のため、ネガティブなイメージを払拭し、 桜投稿で成功していると見せかけるためと報道していた。ラインは報道内容への直接の言及を避けたものの、桜投稿に対し中立なコミュニケーションの場を保つためにトークルームを立ち上げたのが社員であることをユーザーに事前に説明していなかったこと、本来の年齢、性別とは異なる人格として投稿していたことに、 ついて、ユーザー視点において、明確な課題があるという認識だと回答。4月15日にオープンチャット内で、ユーザー向けの説明を行い、週刊文春からの指摘を踏まえ、4月12日にマニュアルの文言を変更している。他社サービスの模倣について、LINE 社、森川社長は、先行する成功者を高度に模倣し、市場に参入する能力が不可欠な時代。 人類の進化はイノベーションとその模倣の歴史といっても過言ではないと思います。イノベーションが起こり、それを見て模倣してきた人たちが長く生き残り、現代社会を作ったと日経産業新聞で述べている。LINE は1年早い2010年3月に公開されて韓国で大ヒットをしたカカオトークを真似ていると韓国の FNNEWS.com や 中央日報では評されており、東洋経済オンラインや 4gamer.net もラインは、カカオトークを参考、模倣していると紹介しているが、もともと、カカオトークより1年早い2009年5月に、公開され世界トップシェアを誇るアメリカ、ワッツアップにアカウントシステム他が告示しており、そちらを参考にしたとも言える。カカオトークのゲーム最高ヒット作、アニパンに似たゲームが、 ラインポップとして、ラインに登場している。ライン株式会社の森川亮は、アップルデバイス向けメッセージサービスアプリのイメス下げを模倣したと認めた。2014年12月にサービス提供を開始したモバイル送金、決済サービス。日本の他に台湾、タイ、インドネシアなどでサービスされている。ラインやライン関連サービス、さらに提携している店舗や、 ウェブサービスやアプリ内における支払いを LINE アプリ上から行える。クレジットカードとの連携やコンビニエンスストア、提携している銀行の講座を通じて事前にチャージすることにより利用可能。また、割り勘機能、相手の銀行講座を知らなくても友人の LINE、米講座宛てに送金する送金機能、出金機能がある。また、普通の銀行振込みもでき。 多項振込の場合こちらの方が安くなることがある。手数料は一律176円だが1日最大10万円までである。ただし免許証などで事前に本人確認が必要である。l i n e p e を使ったりキャンペーンに参加すると LINE ポイントが貯まる。貯まったポイントはコード支払いやオンライン支払いに使用できるほか二千十九年十二月十一日までは ラインペイの残高に交換することも可能であった。ラインペイカードまた2016年3月からはラインペイカードという JCB と連携したサービスが開始され、プリペイドカードを利用し世界中の JCB 加盟店で利用できるようになった。2018年1月15日まではコンビニエンスストア店等でもチャージ金額を指定して、 購入することができたが、それ以降は、LINE アプリから申し込みをして、カードを入手する。LINE、Pay カードを利用することで、ローソンや、ナチュラルローソン店頭レジで現金による、チャージ。ファミリーマートではファミポートを経由して、レジでの現金チャージ。セブンイレブンでは、セブン銀行 ATM からの現金チャージができる。LINE モバイルを、クレジットカード以外で利用したい場合は、このカードが、 必要である。2015年1月にサービス開始。いつでもタクシーを呼ぶことができるサービス。まずは東京限定版としてリリース。支払いは l i n e p のみで現金での支払いが不可能。ジャパンタクシー株式会社と提携しているので、ジャパンタクシー株式会社製のジャパンタクシーアプリで呼ぶことが可能なタクシー会社の車両が迎えに来る。 2018年8月31日をもって終了した。LINEWAO はフードデリバリーサービス。韓国最大のフードデリバリーアプリ、ベドル民族を展開する、ウア・ブラザーズ・コープとの共同出資により設立した新会社、LINE ブローズ株式会社が担当。LINE ゲームはカジュアルゲームが多く、アジアや南米でヒットしていた。2013年に LINE を運営する。 NHN ジャパンの親会社 NHN はインターネット事業を行うネイバー社とゲーム事業を行う NHN エンターテイメントに分割され日本法人もネイバーの子会社 LINE と NHN エンターテイメントの子会社 NHN ジャパンに分割されたこの分割では LINE 社が LINE ゲームを保持し NHN エンターテイメントは自社の開発するゲームを ネイバーの対抗プラットフォームに公開しやすくなった。一方、ラインゲームスもカカオにドラゴンフライトなどのゲームを出している。2017年、ラインは子会社ラインゲームズを設立し、デスティニー・チャイルドの和食問題や確率問題で揺れていたネクストフラワーの株式の過半数を取得し子会社化した。ネクストフラワーの子会社にはゲーム会社のナノインタラクティブ、モーベルファクテリー、 スタジオ4リーフがある。2021年2月時点のもの。サービス終了または終了予定のラインゲームス。配信ゲームラインクイックゲームラインの提供していたブラウザーゲーム。2020年10月30日にサービス終了。アプリの大ヒットに伴い、スタンプに使われているオリジナルキャラクターが登場する下記のようなテレビアニメや漫画作品が制作され、 アプリ以外にも多方面にメディア展開していっている。共にテレビ東京にて2013年1月7日から9月30日まで5分枠のショートアニメラインオフラインサラリーマンが放送され、同年4月3日から2014年3月26日まで30分枠のアニメラインタウンが放送された。両アニメは別監督、別制作会社であり、 各キャラクターの設定も異なるが、担当声優や、作中の挿入 BGM は同じである。ショートアニメ版が、とある会社を舞台としたシュールな世界を描いているのに、対し、30分版は、ラインタウンを舞台としたファミリー向けのドタバタコメディとなっている。ラインオフラインボクラズ鑑、週刊ヤングジャンプ2013年5.6、合併号から21.22合併号まで。 連載された4コマ漫画。作者は、金代一連十郎を率いるユニット、チーム、金代一。設定は、ショートアニメ版同様、会社員。ただし、コニーとブラウンは付き合っているような描写がある。キャラクタイムズ、週刊少年サンデー2013年6号から2015年34号まで、連載されたシュール系、ギャグ漫画。作者は、よろずやふじみのすけ。 単行本全8巻。また、続編として、キャラクターイムズゴールデンが、同志2015年35号から2016年30号まで、連載。単行本全3巻。コニーたちはキャラクターを育成する、専門機関、東京キャラクタースクールに通い日々人気キャラになろうとしているが、全巻これでも、漫画研究ブライン4コマ。 マーガレット2013年9号から24号まで連載された4コマ漫画。作者は雪、森桜。無表情な主人公、ウサをはじめとする登場人物たちがラインを少しずつ使って仲良くなっていく。ラインタウン、プッチ組2013年10月号から2015年1月号まで連載された4コマ漫画。作者は池田明美。前日の ラインタウンのコミカライズ版で2ページに3本の4コマが掲載されている。ありがとうございます。